くるみ。アクロンさん。どうした？そんなところで。ランチを一緒にと思って探していたんだぞ。ん？え？どうした？顔色が悪いぞ。ううん、別に。怖いの。飽きて殺されてしまうのが。どれ？うん。熱はないみたいだな。アクロンさん。大丈夫よ。あなたは特別ですもの。どうした？いつものことよ。マフィアのやり方。違う。信じない。信じたくない。ハクロンさんはひどい人じゃない。こんな風にいつも優しくて、飽きたら殺すなんて、そんなこと。くるみ、おいどうした？私。くるみ？私。くるみ。あ、レイラン。先生が呼んでたわよ。お昼休みにレポートの直しをやらなきゃいけなかったんじゃなくて。あ、いけない。忘れてた。ほら、早く行きなさい。うん。じゃあ、アクロンさん、私、行くから。くるみと何かありましたの？レイラ、お前か？あら、何のことかしら。くるみに近づいてどうする気だ？レイラ。あなたに普通の幸せなど与えませんわ。何？何人もの命を奪って、何人もの人生を、生活を奪ってきたあなたが、平凡な愛を手に入れられるとでも思っているの？くるみって本当に純粋な方ですのね。あなたのマフィアとしての本性を教えてあげたらすぐ真っ青な顔しちゃって。レイラン、貴様。私を殺す？友達のいないくるみの親友になり得た私を殺す？そんなことをしたらあの純粋なくるみはさぞ傷つくでしょうね。きっとあなたを軽蔑するわ。レイラン。今私を殺せば、二度とクルミの心は戻らないわよ。よくお考えになるのね。レイラン、ごめん。やっぱりレポート見せて。はい。ごめんね、レイラン。いいえ。そうそう、更衣室ではごめんなさいね。変なこと言っちゃって。え？ああ、大丈夫だよ。そうですわ。今日帰りに家に寄っていらして、美味しいマンゴープリンが手に入りましたの。本当？やったー、嬉しい。だって、私たちにお友達ですもの。くるみ。